雷を祀る。あなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネル。どうもアンバサダーのトウヤです。小さく前習い、一番前のやつこれわからないらしいという都市伝説聞いたことあるんですけど、さすがにそんなことはないと思うんですね。まあね、今日はそんな慎重にまつわるまとめなのですが、今日はねただのまとめじゃありません。そう、意外すぎる慎重のキャラだけをまとめてきました。というわけで、意外すぎる慎重キャラまとめ、早速やっていこうと思います。ちなみにですね、トウヤも実際オフ会とかで会うと、あ、トウヤさん意外とでかいっすねみたいな感じで言ってもらえることあります。ちなみに見上げるほどでかくはないっす。トウヤの身長は178センチ。そんなわけで今日の早速一人目のキャラは、いや一匹目のキャラは、とっとこハム太郎よりハム太郎さん。なんと、ハム太郎は8センチあります。まあ、8センチって言うと、ま、どれぐらいか言うとね、ま、大体こう指を広げた時の間の大きさが8センチ言うてますわ。まあ、こう考えると、なんか、あ、意外にハム太郎ってこんなにずんぐりむっくりでね、大きいイメージありますけども、あ、小さくねみたいな。まあ、それもそのはず。ハム太郎の、まあ、ハムスターの種類で多分、ゴールデンハムスターや言われとるんですけども、大体ゴールデンハムスター大きさ12から20センチくらいなので、むしろハム太郎は小さいんじゃないのっていう、これちょっと意外ですよね。ハム太郎ってなんかすげえでかいイメージがあったんで、まあそれこそ巨大マックスかのようなね、そんなでかないか。まあそれぐらいのイメージがあったのに、こんなに、あ、意外に小さいなっていうのは思いましたね。でね、続きましてはね、目玉の親父。ひょこってこうやって出てきてますけど、あいつなんとね、10センチもあります。でけえ！人の目玉の平均的な大きさは 2.3 センチほどなんで、でかすぎます。およそ4倍以上あるというね、これなかなかなでかさですね。まあこれびっくりですよ。まあおかしいと思っても、あいつは一応妖怪なんでね、目玉だけうわってでかくなっとるんでしょう。でね、でかいと言ったらね、やっぱりこいつなんですよ。ポケモンよりピカチュウ、ピッカーとか言うてますけどね。まあ、ここに何か様子がおかしいピカチュウがいますけど、このピカチュウ乗せますとね、まあ、でかいわけですよ。こいつ、実際はどれぐらいの大きさかというと、まあ、40センチあるそうです。ちなみに体重もね、こいつね、なんと6キロ。ピカチュウ6キロもあるんでね、結構肩に乗せるにはね、重いんですよ。まあ、その辺からね、サトシは実はすげえ超人なんじゃないかみたいな説を過去にやったことがあるので、ぜひ見てください。で、続きましてね。シャーマンキング、最近シャーマンキング展もやって話題ですが、小山田マンタ。はい、こちらなんとね、80センチです。お、小さいぞと。中学生なのにその身長はかなり小さいですね。3歳児の平均身長が93センチなので、中学生にして3歳児よりも小さいということになります。まあね、彼はまあ過去にね、異常な小ささから解剖されたりしたこともあったので、まあまあそういう感じなんでしょう。ちなみに大学入学時にはね、81センチになっておりました。1センチ伸びておりますね。成長期とは一体何なんでしょう。それではね、この3歳児つながりから3歳児代表的なキャラといえば、やはりフグ田太郎、95センチです。そう、まあ小山田マンタの80センチよりもはるかに大きい3歳児。まあといってもさっきも言いましたけども、3歳児の平均が93なんで、ほぼ平均通りでしょう。それでは次、意外なキャラクター、それは江戸川コナン。これなんとね、意外なんですよ。どう意外か。そう、平均より小さいんです。コナンくん実はかなり小さくて、6歳児の平均男児の身長が 113.3 センチなのに対して、コナンくんなんと102センチ。これ遊園地によってはアトラクション乗れないですよ。ユニバーサルスタジオジャパンでコナンくんは楽しめない。まあコナンくんもね、まあね、本来高校生だったのにあんなに急激にね、背が縮んでしまったんでね、最初はね、かなり視界で誤差が生じたんじゃないのかなって思うんですよね。ちなみにですね、工藤新一は174センチ。無事にね、まあこのまま高校生までね、成長すると174センチに戻れるのか、それとも薬の影響で戻れないのかは作者のみぞ知。でね、このコナン君の102センチよりも大きくて意外だったキャラがいるんですよ。それが誰かっていうと、しんちゃん。そう、クレヨンしんちゃんよりしんちゃんなんですよ。しんちゃんはなんと106センチ。まあ、幼稚園児にして106センチもあるんよ。いや、めっちゃでかいやん思うんですけど、なんと彼は平均身長なんです。平均身長も106センチなんですよ。5歳児の男児ってのは。そのくせに顔めちゃくちゃでかいやん思いますけどね。でね、顔がでかい言うたらこのアニメキャラですよ。そう、アンパンマン。こいつもまためっちゃでかいわ。110センチもね、あるんですけども、半分が顔なんでね、55センチは顔なんじゃないかと言われておりますね。でね、ドラえもん。これまた顔でかキャラ三重視ですけども、顔でかキャラとしてね、129.3センチあるんですが、また半分顔なんです。これは胴体の方が長いのか、頭の方が長いのか、少し気になるところですね。そしてね、次はね、鬼太郎。130センチ。ほぼドラえもんと同じなんです。ドラえもんよりも、ちょっと高い。目玉の親父が頭に乗ってると、10センチも高くなる。まあ、非常にね、そういうキャラ
からなんですけど、まあ、鬼太郎が130センチってのはちょっと意外に小さいなっていうイメージはありますね。で、アトム。まあね、これ飛んでる初代アニメのね、もうほんとアニメなんですけど、このアトムはなんとスネオと同じ135センチなんですよ。で、あんなに強いのに、あんなに弱々しいスネオと一緒って考えると、まあ、ちょっと意外ですよね。でね、次のキャラはめちゃくちゃ意外。そう、あの、国民的大人気のあのアニメ。エヴァンゲリオンより碇シンジ君。彼はなんと141センチしかありません。14歳の男子の平均は 162.8 センチ。にもかかわらず141センチしかない。まあね、まだ中学生なんで、これから成長するかもっていうのはあるんですけども、知ってる人は知っている。アスカよりも小さいという状況なんでね。まあ、かなり小さいんですよ。これがどれぐらい小さいかというと、同じく国民的アニメのサザエさん。サザエさんのカツオくんより小さい。そう、カツオくんは143センチもあるんですね。碇シンジよりお前でかかったんかーいっていう感じですよね。まあ、衝撃なんですけども。ちなみにですね、カツオはま、小学校5年生11歳やと仮定すると、11歳の平均身長が 142.2 センチなんで、ほぼ平均なんです。シンジくんがいかに小さいかわかりますね。まあ、確かにそんだけ小さかったらね、あんな器用な感じで育ってしまうのも、ま、ちょっと納得かなって感じですね。でね、ここまでね、男の子ばっかり来たんでね、じゃあ女の子どうやねんっていう話なんですけど、じゃあやっぱりこのアニメですよ。セーラームーン、月のうさぎちゃん。こちらね、152センチ。あら、大きいと思うんですけども、14歳の女の子の平均が156センチ。だいたい女の子って156センチとか160いかない子が多いですよね。なんでね、ちょっとそれよりも小さくて、やっぱり可愛らしいなっていうイメージなんですけども、それにしてもちょっとスタイル良すぎひんってのはやっぱ思っちゃいますよね。でね、同じく女子といえば、まあね、今度はね、高校生行こう思うんですけども、鈴宮春日。春日ですよ、春日。春日はなんて158センチがあります。まあ、こうやってね、キョンのね、こういう感じでムラグラ掴んだりしてるんでね、もっとあるようなイメージもあるんですけども、やはりちょっと見上げる感じがね、まあ、可愛らしいというか、158センチ。まあ、ある意味なんか理想身長みたいな感じですよね。でね、この春日と同じぐらいの身長のキャラって誰がいるかって言ったら、まさしくドンピシャで、日村剣心。剣心なんですよ。ルローニ剣心の剣心がいるんですけども、まあ、彼も成人じゃないですか、言ってしまえば。でね、158センチなんですけど、まあ、さっき春日がね、言うたんですけど、大体女性の平均身長が158から160の間って言われてるんで、剣心めちゃくちゃ小さいですよね。それらの飛天三切流であんなバンバン戦ってね、人斬り抜刀斎なんか言われてね、まあ、とんでもないんですよ。すごい高いイメージがあるんですけどもね、やっぱりそれは最近行われた実写化、佐藤健がね、やってたんですけども、剣心の役を。そのイメージがすごい強いんちゃうかな、思っとるんですよ。なんと彼の身長170センチあるんですね。さすがに10センチはちょっとごまかし効かへんな、という感じですよね。でね、まあ、同じくね、これ意外なキャラとして、157センチでジャイアンいるんですよ。そりゃあ、でかいわと、そりゃ、のび太くんちょっとビビるわって感じですよね。まあ、ガキ大将ってやっぱね、体格、フィジカルが結構物を言う世界なんでね、あんだけね、今でかいやつとなれば157センチぐらいあるんやなっていう感じですね。でね、じゃあね、これバトル漫画の主人公たちってどうやねんっていう話ちょっとしていこう思うんですけどね、今まではちょっとやっぱりバトルからちょっとかけ離れてるじゃないですか、まあ、セーラームーンとか置いといてよ。実際のね、バトル漫画。例えばドラゴンボール。これドラゴンボールやったらね、なんとね、まあ、悟空は175センチなんですよ。まあ、僕と同じぐらいって考えると、あ、意外に小さいな、みたいな思うんですけど、もっと小さい意外なキャラおるんですよ。あ、クリリンちゃいますよ。意外なのは、ベジータ。164センチしかないんですよ。あいつ、神立てて絶対ごまかしてると思うねんな、これで。ファッ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 ファー言うて。でもまあ意外と小さいんですよ、あいつ。で、もうちょいあるように見えるんですけどもね。まあ、ちなみにね、これね、ワンピースのルフィやったらどうかって話なんですけど、彼は174センチで、かなりちょうどいいね、まあサイズですね。僕よりも2センチ小さいんですけども、かなり小さいですね。まあその174センチのルフィなんですけども、ルフィの成長具合を見ていくと、91センチ、7歳児。172センチ、17歳児。174センチ、19歳児なんで、連載終了時には、もしかしたら20歳とか20歳になって、180とかになってるかもしれないですね。まあ、確かに僕の友達大学生でも背伸びとるやつおったんでね。ちなみにね、このルフィの174センチはさっき言ったコナン君、工藤新一と一緒やし、あとね、あの、ブリーチの黒崎一護とも一緒なんですよ。で、あとね、コナンのも大人気悪役っていうかね、怪盗キッドさん。怪盗キッドさんも174センチなんで、これもしかしたら主人公としてね、すごいかっこよく見える身長なのかもしれませんね。でね、まあ、悟空が175センチで、まあ、ルフィとほぼ並んでるわっていう感じなんですけど、そこで意
外なのが悟空、ルフィ、のり巻き、セブン、このドクタースランプあられちゃんのキャラなんですけど、ギャグ体型がめちゃくちゃ多いんで175センチもあると知らなかったんでめっちゃ意外でしたね。え、お前ルフィより高かったみたいな、え、悟空と同じなんみたいな。ていうかじゃあ悟空の175センチの元ネタってもしかしてのり巻きせんべいから来てんのって思ったら、僕はちょっとあれちょっとそれは嫌やなっていう、なんか一瞬で、ね、なんかギャグを感じてしまいましたね。でね、ここでなんとこの悟空ルフィラインにとんでもないキャラが来るんですよ。それが誰かというと波平さん、サザエさんですね。178センチあるんですよ。これうちの親父と同じ身長なんですね。めちゃくちゃ高くてびっくりしますわ。でね、次言ってね、ルパン。これルパン言うとでも190ぐらいあるようなイメージあるんですけど、なんと179センチなんですよ。意外に僕とほぼ変わらないっていう、意外ですよねこれね。でね、もっと言うと波平とほぼ変わらんのでね、波平は実質ルパンですね。でね、やっぱりね、まあこの辺のパパさん世代言うたらね、この人外せないでしょ。しんちゃんのお父さん野原ひろしですわ。野原ひろしは180センチ。そりゃあね、今のねしんちゃんね、昔はね普通の家庭やったのに、今じゃ上級流の家庭になってるって言って言われてるね野原ひろしさんですけどもね、この野原ひろしさん身長もありました。もうええ男ですなやっぱりな。でやっぱりねこれね、モテそうな身長言うたらね、ヤムチャの183センチですわ。まあイケメンやしその身長やったらね、もうめちゃくちゃモテるでしょ。もしねメゾン一国とかに出とったらね、ヤムチャは無双してたと思います。まあしかしね、ドラゴンボールは戦闘力で測られる世界なんでね、ちょっと苦労してますね。ちなみにね、今ねヤムチャだったり悟空だったりね、野原ひろしとか言うてましたけど、これらよりもはるかに高い女性がいるんですよ。それがね誰かというとね、ニコロビンさんなんです。ワンピースの花花の実の能力者のねニコロビンなんですけども、188センチもあるんです。とてつもなく高い。このねモデルかいうぐらい高いんですけどね、モデルでも実はこんな高くなかったんですよ。なんと日本人の女性モデルが165から170センチぐらいが多いらしいんですね。海外のモデルでも175から185なんですよ。だからね、ロビンね、もし現代世界に転生したらもうミランダか超えれると思うんですよね。まあ、それぐらいのやっぱり逸材ですね。でね、やっぱりね、高い、背の高い話、背の高い人間やなーっていう話をしたら、バスケやってる人って背高いや。じゃあどうなんていう話をしようと思うんですけど、やっぱバスケ漫画の金字塔スラムダンクの、じゃ桜木花道、189センチあります。やはり高い。ロビンよりもちゃんと高かった。もうめちゃくちゃ高いですね。でね、桜木花道のライバルのルカワくんは187センチです。彼もめちゃくちゃ高い。ちなみに2019年のバスケのインターハイの出場高校の平均身長が 180.3 センチなんで、もう彼らはバスケをね、始める前、まあ、桜木花道とかはね、バスケを始める前から、まあ、かなり今優れていたというか、かなりフィジカルに恵まれていますよね。でね、同じくバスケ漫画の黒子のバスケの奇跡の世代の平均身長が 187.5 センチなんで、まあ、身長もやはりね、奇跡の世代やったなっていう感じなんですよ。まあ、ちなみに、一番高い紫原くんは208センチです。ちなみに中学入学時に186センチあったんで、もう碇シンジ君とか、そりゃ子供に見えますよね。それ同じ同級生、そりゃ子供ですわって感じですね。まあ、というわけで、めちゃくちゃ高い。でね、最近僕も読み出した鬼滅の刃でも高いキャラっているじゃないですか。そう、宇髄天元さん。もちろんね、姫島行明さんより小さいんですけども、198センチあります。ちなみに姫島行明さんは220センチです。まあ、妥当ですね。でね、まあ、この時点でもうめちゃくちゃでかいじゃないですか。220センチってどんだけでかいねんと思うんですけども、3次元、実際の世界のね、ギネス記録、なんと257センチだそうです。しかもその方は未だに身長が伸びているそうで、世界は広い。というわけで本日のまとめ面白かったようとしたら、ぜひ高評価押しといてください。今回はね、人間縛りでありましたけども、一応ワンピースの世界、人間という括りにされている白ひげさんが6メーター66センチとかだったりもするので、今度はもう明らかにその身長おかしいやろうみたいなまとめとかもやりたいと思ってるので、今日のまとめ面白かったら高評価、お願いします。チャンネル登録もしといてね。それでは本日の鳥肌スコアは、178センチになりたかった。あと2センチ。本日の鳥肌ポイントは、意外とみんな小さい。それでは、See you.